阪神ドラフト1位の近本浩二外野手24、大阪ガスが21日、大阪市内のホテルで関西スポーツ賞表彰式に出席し、昨年まで所属した大阪ガス野球部の代表として団体賞を受賞した。壇上では競馬の武豊騎手49や柔道の阿部志選手18ら頂点を極めるアスリートたちと肩を並べた。近本は本当にすごい方ばかりと刺激を受けていた。式では中日ドラフト1位の根尾昇内野手18、大阪桐蔭と言葉を交わす場面もあり、僕は比較的周りを意識する性格ではない。人として応援したいと共闘を誓っていた。